でも話したかったけど、次が6月22が最後なんですよね。どんさんハートありがとう。あ、金田さん音波ありがとう。若菜ちゃん可愛いありがとう。どんさんハートありがとう。金田さん音波ありがとう。広島明日からね、東華さんだから賑わうはずですね、広島は。ノブさんハートありがとう。東華さんってどういう、なんか必死になっちゃった。キッドさんお花ありがとう。かなちゃんありがとう。頑張ります。頑張って。何月で？何何月でって。え？何月で？ どういうことだ？ドンさんレインボースターありがとう。鈴鹿さんありがとう。チラッペさんバラありがとう。広島明日から、そう、広島明日から祭りですね。明日から。広島お祭りですね。行ってすれ違い。 でも東華さんってさ、案外人に気づかない気がする。自分なん、もう18年行ってきたけど、毎年多分行ってるけど、絶対ね。だけど友達と会わないから、あんまり。みんな行ってるけど、だから多分ね、案外会わないんだと思いますよ。話し会大阪行くか、すごい。ああ、ごめん。本当に自分も話したかったよ。けど。ユナイテッドさん、星ありがとう。かすみ、寂しすぎる。寂しい。大地、くまねパパさん、お花ありがとう。トーカさん、雨降るからないって。え、そうなの？そうなんだ。トーカさん、雨なんだ。初耳。お兄ちゃんが行きたいって言ってたよ。あ、お兄ちゃん、別に関係ないんだけど。お兄ちゃんが行きたいって言ってたからさ、かわいそう。サバさん、バラありがとう。浦部さん、かわいいありがとう。今日はご自宅ですね。サバさん、ありがとう。トーカさん、人多すぎて、多分気づかないと思う。一回もね、気づいたことないです、私。サイン会3枚取ったのに、本当にごめん。本当にごめんね。サイン会、じゃあ今ここでサインしとこうかな。こうやって。空中で。かつこの友達も山から十日さんに、そうですよ。かつこの友達も山からおります。てか、かつこの友達はあんまり山じゃないんだけどね。かつこの家が山なだけで、友達は平地ですね、ほとんど。山の子も何人かいるけど、あまりいない。幕張メッセ初ですが、よろしくね。よろしくね。たくさんお話ししよう。いっぱいいっぱい。笑顔で終わりたいね、最後は。キヨ兄さん、お花ありがとう。大魔屋さん、おっぱいありがとう。最後は、あの長い坂降りてくれ。そうです、あの長い坂。あの長い坂を降ります。長い長い坂を。大魔屋さん、おっぱいありがとう。エア握手したい。いいよ。合ってんのこれ。握手会もね、やってみたかったけど、前髪が長いんですよ。前髪てかさ、ここにさ、ニキビできちゃったの。悲しい。鼻ってさ、目立つから嫌なんだよね。 何の話って感じだけど。鼻に、鼻なんでやめるの？なんか、まあ表ではね、話せないこともあるからさ、これだけが理由ってわけじゃないんだけどね。でも昨日話したのが一つ、やめる一つの理由ですね。でも話せないこともあるから、それだけってわけではないんですけどね。イモース見た？イモースまだ見れてないんだよね。そう、ヒータン。でもヒータンから、なんだっけ。めっちゃ話は聞いてました、当日に。ツインテールでしょ？ヒータンのね、写真を見せてもらったの。めっちゃ似合うじゃんっていう話をしたの。ヒータンいいじゃん、ツインテールって言ったんですけど、多分ツインテールしてないですね、あれが。ほくろかと思った。やだ。ほくろ増やさない。
子は意外と器用だからヘアメイクさんとかメイクさん向いてそうな気も。本当に？でもメイクは下手くそな、下手くそっていうか、なんか自分メイクを冒険ができないっていうか、なんかなんて言うんだろう、遊べないんですよメイクで。だから一定のメイクしかできないから多分向いてない。ヘアはいけますよ、でもメイクはマジでむずくてね、わかんないだからひーちゃんに教えてもらいたい。あっちゃんさんおっぱいありがとう、だるまもいっぱいありがとう。ひーたんツインテールキャラしなさそう、しなさそう。でもひーたん似合ってたよね。姫野ちゃんの肩書きめっちゃ悪い。え、なになに、気になる22日を進めてたのは最後かもと思ってたから。もうね、その時には決まってたんですよ。だから22日をもう全力で押さなきゃと思って押してました。スーさんかわいい、ありがとう。今日も配信してくれて嬉しい。たくさん配信したい。あと1ヶ月、約1ヶ月、みんなに、みんな、ん、なるべく皆さんとコミュニケーションをコミュニケーション言えなくない？コミュニケーションを取れるようにたくさんお話と、お話じゃない、配信したい、ね、なるべくね。ヒロさんレンボスターありがとう。先生やマネネにまたきついこといや、そういうわけじゃないけど、マネネって昨日何言ったか、昨日、あ、うん、何のことだ、昨日何、昨日は何言ったか、辞める理由のことかな、辞める理由、まあそれだけが全てじゃないけど、一つとしては STU 以外での夢っていうの、やりたいことっていうのかな、を見つけたのが一つですね。カスミンのハーフツインみたいな。ハーフツインね、やったことないんだよね。確かにハーフツインやってみたいけど多分似合わない気がする。なんかさ、やばいことない、しかも顔がさ、ちょっと何、顔が大人っぽい、よく言ったら大人っぽいけど悪く言ったら老けてるから、だからそう、だからなんだ、あ、そう、なんかそう、メイクさんにアベマさんでやらせていただいてた時にメイクさんに言われたのは、顔が大人だから可愛らしい髪型より落ち着いた髪型の方が似合うよって言われて、だから、あ、確かにと思って、だからハーフツインも似合わない気がする。まあ全然やるけどヒータオンライン話し会でツインってしてくれたけど可愛い、え、そうなんだ、知らなかった。お台場の時もそうなの。スーさん可愛い、ありがとう。わかりました、ツーショットとお話し会よろしく。楽しみ、浦部さんありがとう、めっちゃ楽しもう最後の僕隊に響いないの寂しいですね、見に行く。それな、ひーちゃん、ひーちゃん出てよ、ひーちゃん大好きなのに、もうひーちゃん大好きなのに、ひーちゃんいてほしかったな。大好き響ですまあメンバーみんな大好きだけど、ひーちゃんは好きです。ヤッシーさんこんばんは、来月になってもひーたの配信にいそうな気がしますいるかもしれない、後ろで見てるかもしれない。あっちゃんさんハートありがとう。タイパイヤーさんおっぱいありがとう。オフナットっぽい髪型に、えって言われた、あのメイクさんには。ヤッシーさんおっぱいありがとう。大人っぽい美少女ですよ、本当にそれお世辞じゃない落ち着いたサザエさんヘアとか、サザエさんヘアって、サザエさんヘアこれなんかさ、誰かやってる人いなかったっけ、見たことあるかもしれない、見たことないかも。そういやみーぽん大号泣してデート早押したいって言ってた、ほんまにちょっと待って絶対嘘やん。てかみーぽんにも事前に言ってたけどそうだったの。やりたいこと買い食いと違いますよ、買い食いって何買い食い懐かしい、自分さ中学校の頃買い食い禁止だったんだけどね、秘密でやってたんだよね。
みんなやってたけど、禁止っていうかなんだろう、先生に見つかったら怒られてました。苦手なメンバーいないですけどいないですけど、全国めぐりさん本当にありがとう。よそ見が原因じゃ、わかんないよ、それが原因かもよ。嘘違うよ、そんなことじゃないよ。のりさんマイクありがとう、音符もありがとう。こと見つけたってことは前向きな卒業ってことで、そう前向きな卒業だから、皆さんぜひぜひ応援よろしくお願いします。てか見てください、これ買ったの昨日ヒータンと一緒に行ったんだけど、見てこれ。なんかねスマホにあのぶら下げるやつ、なんか自分カバンがちっちゃいんですよ、めっちゃマジでカバンちっちゃい人だから、スマホがね入んないことが多いので、いつもねポッケとかに入れてるんだけど、なんかポッケがない服が最近多くて、だから買いました。これだったらかけれるから、入れなくても済むから買おうと思って買いました。でもこれね300円ショップだ、ショップで買ったの。300円ショップ、ズズじゃないよ、ズズズズじゃないよ。300円ショップで買ったんだけどさ、その後に100均行ったらさ同じようなの売ってて、ちょっとショックだったなんかかすみさんへのメッセージ、あ、そう見た、皆さんぜひ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 、みーぽん知らんかったって、本気にしてなかったのかも。笑顔で見送ることを決意した、ありがとう。私も笑顔で見送られます。授業抜け出して海外してた、いやしてないよ、海外じゃないな、なんていうの、寄り道、あそう寄り道が禁止だったの。でも友達とプリクラ撮りに行ってました。サザエさん部屋は団長が絶対に、え確かにちょっとわからなくもないちょっと想像できちゃうのが面白い。パールかな、そうパールですよ、ズズじゃないよみんな、ズズじゃないよ、かパールです、パールパールを買いました。リエチのパールそんなに多すぎ、しかもやばくない、でもリエチのパールもぎ取りたい、怒られちゃうけど。なんか最近パールとかキラキラがついてる服多いじゃないですか、それはねめっちゃもぎ取りたくなっちゃうんですよね。病です、病。カズミンのこと殺到します、やっと、え嬉しい、ユーニャン押してくれる、じゃあ大学4年生になっても押しててね忘れないでね、みんな忘れちゃダメだよ、隅っこには置いといてください。かすみスマホが入らないってカバンの意味、いやそうなんだよね、そうなんだけど、なんかさカバンちっちゃいのが好きなんだよね、たまにでっかいけど。メッセージ書かせて、え嬉しい、あれ届くのかな、いつ届くんだろう。100円ショップのより3倍の効果がある、確かにそう考えよう、確かにね切れないかも全然。再来週あたりに君をお手紙を書こうって決意した、嬉しい、待ってるねぜひ皆さんでお願いします。パールが似合うのも大人でしょ、そうなの、このね、あこれパール、このパールはヒータに選んでもらったの、自分ダサい、ダサいセンスないからさ、ヒータにどれがいいって、なんかねパールかなんかこの普通の紐の黒か肌色があったのね、でどれがいいと思うってヒータに聞いたらこれって言われたからこれにしました。手紙書いた、嬉しい、ヒータの眉毛むしちゃうヒータって眉毛むしるほどあるのとか言ったら怒られちゃう、でもヒータちゃんとあるんだよ多分ね、配信だとね見えないこと多いの、毎回自分も思うけど、ヒータンね割と眉毛あるんです、綺麗ですよ意外に。眉サロ行った当日かな、翌日ぐらいに見たんだけ、あったんだけどめっちゃ綺麗でした。9月末まではしっかり好きなメンバーには残しておくからね、安心、ありがとう、忘れるわけない、ありがとう私もメッセージ待ってよ、ビズが大人っぽいからパールもに、本当にたっくんはば、あ、バラありがとう。将来夢が叶ったらみんなの夢にひょっこり現れる、どうだろうねどうだろう、現れるかな。ファンレターは28日到着分までです、です、皆さん間違えないように。ひ
たの配信では見えない前に、え、なんかね、思うっていうか、配信だとめっちゃね、メイクが薄く映るの。だからそうなるんだと思う。そう、メイクがめっちゃ薄く映るから、なんかすごい顔が薄いっていうの、眉毛も薄く見えるし、アイシャドウとかもしてないように見える気がする。だからね、自分あれなんですよ、なんだっけな、あ、なんかあのめっちゃチークを濃くしちゃう癖があって、癖っていうのかな、なんかマジでめっちゃチーク濃くしちゃうんですよ。なんか物足りないってなって、物足りないってなってチーク濃くしてたら、公園とかでたまにマネージャーさんに濃いって言われます多分そういう原理、薄く映るの。配信とかでさ、公園の見たらさ、別にそんな違和感なくない？だけど実際見たら濃いから、多分だから濃いって言われる、たまにチークをね濃くしちゃう癖。ガハガハって笑い声聞くたびに、これからもカスコガハガハってあんまいない気がするけど、てかガハガハなの私の笑い声だって。なんかさ、自分じゃ笑い方わかんないんだけど、ガハガハ言ってるのちょっとやだけど、確かにガハガハかも。でも笑い声うるさいって言われがち。ヒータもうるさい、うるさいっていうか、ヒータってにぎやかだよね、笑い声も。そういうとこもいいですよしんしんしんくんさん、本当ありがとう。ごめんやけど、配信中実は自分泣いてしまったんだよ。泣いて、ごめんね。そう、なんかさ、自分もさ、本当に泣くつもりなくて、文字笑顔で発表しようと思ってたら、なんかここまで来てさ、出てこないの、やばいと思って泣いちゃっただから多分みんなにめっちゃ心配かけてた、ごめんね。まあ前キュウさんがイライラは残るけど、あれ、赤ずみんの佐々木はデジアも心置きなく踏んでおり、そう、いや STU48 が亡くなるまではいてくださいよ。まあ亡くならないと思うけどねけど、声はステージで入るように濃いめにするのか。でもしてるかも。意識なんかチークがあると血色感が出るから、チークは濃いめにしてるかも。癖なのか分かんないけど、でもね、遊ぶ時も濃くしちゃうんですよ、いつもの癖で。友達にめっちゃ言われる、かすみチーク濃って言われるから薄くしなきゃ。画面通すと薄く見えるのかな。そう思う。お疲れ様です。ひーたん声でかいもん。でもいいよね。通常メイクとステージメイクは違うからオッチェでしょ。オッチェです、確かに。鼻水が出れちゃう鼻水が出ちゃう。今度の向かわり最初で最後のお話か。待ってるね、ポラリウスさん、楽しみ楽しみ。何話そう、いっぱいお話ししよう、笑顔でお見送り。これからもヒータンにやってほしいことお見送り、2週目はかすみだ。それ見たよ、アキンドさんの X。 でも絶対できないよねそれ自分にそんな権限はないんですよ。申し訳ないですけど、私にそんな権限はないので、運営さんにお願いしてください。普段は肌綺麗なんだから、そんなに濃くしなくても。いやでも最近荒れてる、ここにニキビできちゃった。でも前髪あるから分かんないんだけどね、あんま。こんなの、これからもヒータに配信中にうるさいと言われるカスミンでいてください。多分いつまでもうるさいって言われてるよ。私黙れないんだよね。いや黙れるけど黙れないんだよね黙れるけど喋りたいんだよ。向かい側の人鳴らすと話したいのと職員、そう、ユーニョンのも見た。もう本当になんかさ、なんかバタバタで申し訳ないと思って。体調には気をつけて来てくださいありがとう、本当に。ちょっとなんか手がしびれちゃった。モピラさん、結婚してありがとう。結婚はできないけどね。たっくん、だるまありがとう。
アイドル界一の美人さんに会えなくなる、嬉しいこと言ってくれるじゃん、お世辞じゃないじゃんと。これからも映画探しちゃう、たまにかな。メンタルズタボロどうにかしてくれ。どうしたらいい、チャラッペさん。じゃあハート送っとこ、大好きだよチャラッペさん。どうしたらいい、あれ行くって言ったっけ、あれ。あれでもなんか見たんだよね、当日次の日だから行けないかも、見たかも。けどなんかさ、行くみたいになってなかった、あれ違うかな。最終活動日になったら X にてお疲れ様と投稿する、ありがとう。ありがとう、今度声のお見送り名前呼んでくれたら呼ぶね。てかね、多分自分呼んでるつもりなんだけど、お見送りね、なんかね、あみんなありがとうって言ってるじゃん。だからね、消えちゃうんだよね、多分消えちゃうのと、ありがとうと名前が被っててなんかね、なくなっちゃうけど、じゃあもう一番でっかい声で言うね、マジででっかい声で言うわ、なんとかさんありがとう。まかわりはゆっくりお話できるぐらいの毎週確保したんでよろしく、ね、楽しみにしとくね、いっぱい話そうね。なんかさ、鼻が痛いな。鼻が痛いな。どんなお手紙にするか、愛を込めた形にするか、いつもの雰囲気な感じのお手紙を、じゃあどっちも。どっちも見送り、周りの声に書き消されちゃう、そう、みんなね、みんなやっぱ伝えたいから、みんなに、多分どのメンバーもファンの皆さんに感謝を伝えたいからさ、ありがとうがめっちゃでっかいの。だから消えちゃう、やっぱり。かんすけちゃん本当ありがとう、どちらかにしか対応できないのよね、どちらかにしか、どっちもはダメ。どっちもはダメ、ちょっと欲張りすぎ。なおさんだるまありがとう、幕張笑ってお話できるかな、最後だと思うと泣いてしまうよ、やだよ、泣いたら泣いちゃう、私も泣いちゃうから。私も泣いちゃうから、みんなで笑顔で卒業しよう。多分自分泣いちゃう、誰かが泣いたら、でもみんなが笑顔だったら笑顔でいれる。だから笑おうね、頑張って。お見送りちゃんと名前呼んでくれるのは嬉しい、呼ぶ、ちょっと頑張って呼ぶわ。声が枯れちゃう、呼ぶね。リクエストみんなでしましょう、ぜひぜひ。何をしたらいいのか、やってほしいことを何でもしちゃうかも、できる範囲でね。にゃん太郎さんこんばんは、どちらもはさすがにダメ、ダメ。ダメ、じゃあここで配信見てる人とかすみんだけに幕張行き、どういうこと、じゃあここで配信見てる人とかすみんだけに幕張行きます、おかもか、本当に来てくれるの、嬉しすぎる。嬉しすぎるよ、ゆうにゃん、ゆうにゃん嬉しすぎるよ、楽しみにしてるね。よし、君と愛のある形でお手紙の文章と愛を込めた歌詞を、待ってるわ。ちょっと待って、なんかさ、手がしびれてるんだけど、なんでこれ、なんで手がしびれてるんだ。遊びに来たよ、いらっしゃい、リーチとコラボしてパールもぎ取ってほしい、パールもぎ取りたいけどリーチに来られちゃうよ。私が買わなきゃいけなくなっちゃうじゃん。なんかね、もぎ取りたくなるの、本当に。6月25日の僕の太陽公演はユーナとカスミのペンライトで全力、嬉しい。嬉しい嬉しい嬉しい、ジョンドーさん音符ありがとう、あらきちさんこんばんは、25日のチケットを取ったけど安定のアンコール手前に入りそうです。でもね、気づく、そしたらめっちゃ気づく、めっちゃ気づくとか、めっちゃ気づく、水分不足かな、水分不足って手しびれる、手がめっちゃしびれてる、
なんかで血流が回ってない気がするもん。めっちゃ手がしびれる。めっちゃ手がしびれる。当日笑顔で入れるかあんま自信ない。頑張ろう頑張ろう。カズミン倒ししとけばよかった。まあ DD でも嬉しかったよ、スーさんDD でも嬉しかったよ。カズミンにしびれ中。私もしびれ中。手がしびれてる。最後に少しでも話したいなって思ってね。いつしょ、めっちゃ漏れるように頑張るねもう前日ご飯食べない、顔むくまないように。最近さ、顔むくんじゃからむくまないように食べないでおこう。そしたらいいやつが取れるいいやつが取れる。一足お先にバイ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 って。またね、来てねりさこはなんか、りさこはお疲れ様って言ってくれた。お疲れ様、お疲れ様だったかな。そんな感じのを言ってくれました。5人までは倒しだから。確かに確かに確かに。なの、倒しって一人かと思ってたよ。自分は許してくれますか。許すよ許すよ。応援してくれてるだけ、応援してくれてるだけで嬉しかったよ。私は DD ではなく推しが複数いるだけなので。 DD って何ちょっと変わ、 DD と変わるのかな。推しが複数いるだけなのは。りちゃん元気。りさこ元気だと思うよ多分。あんまそんなさ頻繁に LINE してるわけじゃないからわかんないけど、多分元気だと思います。まあ皆さん元気だよ。素直になったので言いますか、霞推しですありがとう知ってたよ知ってたよ。やっぱ犬が鳴いてる。手がしびれるんだけど、なんでこれは。ST 歌おしです。嬉しいじゃん。かすみん今日見れたから明日学校頑張れそう。ありがとう、頑張ってね。頑張るんだよ私も明日は学校なので頑張ります。パールもげたってかすこの歯をつけとけばセーフでしょ。やだよ歯なくなっちゃうじゃん。歯は大切だよみんな。でもかすみんが一番好きだったんだなと実感してるのよ。嬉しいな嬉しいな。それはそれは嬉しいな。STU で霞推しの場合はこれからどうすれば。じゃあメンバー紹介でもしようかな。私がみんなが6月30日になったらみんなが他の子を推せる、推し好きになる、なるように。みんなみんなが他の子を好きになるように。いいところいっぱいあるから、メンバー紹介でもしちゃおうかな。卒業してもそらはさんと会いたい。会ってくれるかな。最後にサラピ様に頭ツンツンしてもらうしか。頭ツンツンしてもらいたいな前回の僕隊で言ってくれなら、くれなら、分かりもなんとでもなったし、僕で早発表してくれたらまあ終わったことか。確かにごめんね。でもね、でも多分本当はね、本当は6月の4号で発表っていう話になってたんですよ。でも4号のどっちかって話になってたんだけど、でも4が幕張の最終受付じゃん。でその4号で発表だった予定が3に変わったのね。だから多分それは幕張も受付できるようにかなと思って、それは運営さんの優しさだったのかなと私は捉えてます。
だからそういうことですね。そういうことですね。まっつんさん、お花ありがとう。もんもんがね、紹介してして、みんないいところいっぱいあるよね。そういいところいっぱいある。年下の先輩かすみの下並び、嬉しい。嬉しい。自分に紹介は不要ですよ。確かにな、スーさんもっと増えちゃうじゃん。まっつんさん、おっぱいありがとう。5分、じゃああと2分になったら教えてください。サラピさん、サラピさんにきち言われたことない。マジで優しい。サラピさんもうね、大好きです。サラピさん、なんかね、岡山の日バスでね、結構話したんですよ。で、なんかバスに乗ってる、かすみんのこと大好きって言ってくれて嬉しかった。めっちゃめっちゃ嬉しかった。養生先生、みんな授業の前に聞いてちょっと待って、絶対言わないでしょそんなこと。まかわり最後にそう、まあそう、運営さんも配慮してくれたのかなと思って、優しいなら今年いっぱいにしても、まあ確かにな確かになとか言ってでも最後の公演は行けないけど、マカリーナ行くことにしたらもちろん、嬉しい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 、待ってる。希望誌も行かないと。行って、あきんなさんあきんなさん、おすすめはいちごマジで美味しいから食べてほしい。サラピさんの X のリップはサラピ、本当にね。しかもサラピさんが先輩で一番初めだったのかな。先輩てか多分一番初めにリプをくれた方だった気がする。いや、リア中だったかな、どっちかなんですけど、もう嬉しくて私は泣きました。いや、泣いてはないけど泣きそうでした。まっつんさん、レインボースターありがとう。メロンじゃないの、メロン。いや、メロンも美味しいけど、でもメロンも美味しいけど、いちごも美味しい。どっちも美味しいけど、どっちか、でもいちご派かも。あと2分、どっちも美味しかったからおすすめだよ。ちゃんと誕生日見ます。10歳の方、たっくんさん、ありがとうございます。12の方、チョロップさん、ありがとうございます。11の方、ヒロさん、ありがとうございます。10位の方、栃木のスーさん、ありがとうございます。あれ、11の方、あれ、分かんなくなっちゃった。10歳の方、チョラップさん、ありがとうございます。12位の方、ヒロさん、ありがとうございます。11位の方、栃木のスーさん、ありがとうございます。10位の方、ヤシーさん、ありがとうございます。9位の方、ユナイテッドさん、ありがとうございます。8位の方、ドンさん、ありがとうございます。7位の方、タイムファイヤーさん、ありがとうございます。6位の方、マッツンさん、ありがとうございます。5位の方、あっちゃんさん、ありがとうございます。4位の方、のりさん、ありがとうございます。3位の方、くまねパパさん、ありがとうございます。2位の方、うらべさん、ありがとうございます。そして1位の方は、ドゥルルルルルル、あきんのさん、ありがとう。あきんのさん、皆さんも見てくださってありがとうございました。今日も一日お疲れ様です。また明日も、明日は金曜日ですね。花金なので花金使いたがりなんですけど、花金を頑張ってください。頑張ってね、みんな。明日も一日頑張れ。私も頑張るよ。頑張ろうねおやすみなさい。バイバイ。終わりそう、もうそろそろ。バイバイ、おやすみなさい。おやすみ、おやすみ、おやすみ、またね。終わんない終わんないけど、終わりそう、もうそろそろ。あと2分、あと10秒ぐらいな気がする。バイバイ。あ、令和6年6月6、そうなんだ、66じゃん、すごい、666か、すごい。バイバイ。